グラスゴーの本拠地の壁面には、スコティッシュバレーの字が彫り込まれている、スコティッシュバレー団は、スコットランドの国立バレー団であり、ロイヤルバレー団、イングリッシュナショナルバレー団、バーミンガムロイヤルバレー団、ノーザンバレー団と並ぶ英国の号大バレー団の一つである。1969年に設立され、グラスゴーのシアターロイヤルと、2009年からは、トラムウェイ、アートセンターにある。 専用のバレエ劇場に拠点を置いている。1957年、ピーター・ダレルとエリザベス・ウェストが、ブリストルで結成した、ウエスタン・シアター・バレエ団が源流である。1969年に、グラスゴーに移転して、スコティッシュ・シアター・バレエ団に改称され、1974年に、スコティッシュ・バレエ団となった。翌年、スコティッシュ・オペラが、シアター・ロイヤルを購入して、 スコットランド発の国立オペラハウスとしたことにより、スコティッシュバレエ団もシアターロイヤルを本拠とすることになった。スコティッシュバレエ団は、強固なクラシックバレエの技術を下敷きに、古典作品の改訂版や強い影響力を持つ20世紀のモダンバレエ作品から、現在活躍中の振付系への代表作や、移植による新作など、幅広いレパートリーを持ってスコットランドだけでなく、 英国及び海外で活躍している。スコティッシュバレー団は国立バレー団としてアバディーン、エディンバラ、グラスゴー、インバネスなどスコットランドの大都市だけでなくスコットランド中の劇場で公演を行っている。海外ツアーでは中国、香港、マレーシア、ポルトガル、アイルランドなどでも公演している。スコティッシュバレー団は 2004年に演目の刷新とダイナミックなパフォーマンスが認められてトマ賞を受賞するなど多数の賞を受賞している。現在芸術監督を務めるクリストファー・ハンプソンは2012年から同職にある。スコティッシュバレー団は創立50周年を迎えたスコティッシュバレー団はスコットランドの国立ダンスカンパニーとして世界レベルのダンスパフォーマンスと教育プログラムを 提供することを目的としており、プロダンサー36人、スタッフ41人のほか、最大70人のフリーランスの演奏家からなる、パートタイムのオーケストラを抱えている。スコティッシュバレー団は、あらゆる年齢、あらゆるレベルの子供や大人を対象とする、ダンスクラス組や教育イニシアチブのほか、意欲的な若いダンサーに、舞踊界でキャリアを積むためのトレーニングを施す。 アソシエイトプログラムを提供している。また、王立スコットランド音楽院との間で、モダンバレエの学士課程及びダンスピアニストとしての音楽学習士課程について密接に提携している。スコティッシュバレエ団は、ヨーロッパで初めて視覚障害者向けのライブ音声ガイドを提供したダンスカンパニーで、現在もスコットランド全土で定期的な音声ガイド付き公演プログラムを 維持している。スコティッシュバレー団は古典作品の改訂版、20世紀のモダンバレー、現在活躍中の振付家の代表作から移植による新作まで幅広いレパートリーを有する。2009年6月、スコティッシュバレー団はグラスゴーのサウスサイドにあるトラムウェイ、アートシアターに隣接する専用施設に移転した。 a b、e、s c、e、o t t i s h b a l l e t c o u k Scottish Ballet, h t t p s w w w s c o t t i s h b a l l e t c o u k スラッシュ about-us スラッシュカンパクニースラッシュヒストリーハット ab, スコティッシュバレーシフツベース2トラムウェイハブ デイリーレコード、Record, オリジナルの2014年5月15日時点における、アーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 5 1 5 2 1 3 9 0 5 h t t p w w w デイリーレコード、pues、CO e、UK、ビジネス、ビジネス、ニュース、スコティッシュバレーシフツベーストラムウェイマイナス308万852 アワーレガシー、スコティッシュバレー。スコティッシュバレー、2020年4月30日閲覧。アワービルディング、スコティッシュバレー。スコティッシュバレー、2020年4月30日閲覧。ありがとうございます。